皆さん、こんにちは。受験合格コピーの二宮です。今回ですね、亀井さんにお話を聞いていきたいなというふうに思っております。娘さんもですね、いよいよ6年生という学年になりました。インタビューを最初にですね、始めたのが4年生になった頃という時期でしたので、いよいよですね、3年目に突入いたします。学年が上がることでですね、量が増えたりだとか、いろいろね、変化もあったんじゃないかというふうに思いますので、そういったところを含めてですね、今回もお話を聞いていきたいなというふうに思っております。ではね、早速本編いってみましょう。どうぞ。じゃあ亀井さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。小学校とはちょっと違って、塾は早めに学年が1個上がる時期なんですけども、はい、カリキュラムの変化とか、こう通塾の日数とか時間とか、結構変化はありました？はい、一応その通塾の通常の今マスターコースっていう浜学園のコースに通ってるんですけど、週3日で変動はないんですけども、それプラスで一応特訓みたいな曜日が1個増えたので、それが通常のマスターコースプラスのオプションみたいな形で、今週4日にはなってます。うん、で、日曜特訓もその教科ごとで選択制というか、希望者が参加するという形にはなっているので、必須ではない形ですね。うん。日曜特訓っていうのはなんかもうすでに志望校別に分かれたりするんですか？それとも単純に講座を選択していくっていうものなんですか？この3月の段階ではまだ分かれてなくてですね、クラス、その、上のクラスと下のクラス、通常クラスとかに分かれてるんですけど、志望校別になるのはまだ4月からで、そこになんか偏差値の、足切りがあって、その最難関クラスには、偏差値、浜学園の中のテストの偏差値で53以上かな、いう基準がですね、その月その月で偏差値また上がったり下がったりのクラス編成はあるので、9月か10月ぐらいまでは変動するみたいな感じ。前回の動画にコメントが来ててですね、その浜学園の S クラス在籍ってなるとかなりのレベルになるのでっていうような、そんなコメントをいただいてたんですよね。私もちょっと浜学園のクラス編成が どれぐらいなのかっていうのが、こっちと少し違ったりするかなとかあったんですけど、やっぱりお嬢さんはすごく頑張って学習されていたんだなというのを、そのコメントを見て改めて思ったんですけど、どうなんでしょうね。関西でいうと多分その最難関校って言われる偏差値が、一般の偏差値で多分60超えてくるような、60、65とかになってくるような学校が、多分浜学園でいうと V クラスっていう一番上のクラスがあって、クラス編成が上からV、S、H っていう風に、成績順で決まっていくんですけど、なんでしょう、ちょうど中間で、頑張ってないとは言わないですけど、もうちょっと頑張ったら上がれるんじゃないかなっていう、親横から見てて思うところはあるんですけど、コツコツ努力するタイプなので、成績はずっと維持はしてくれてる感じですね。先ほどのお話の中で、その53っていうライン以上、足切りのお話がありましたけど、ここはどうですか？それがですね、毎月浜学園内のその公開テストっていうのがあってですね、そこでの偏差値なんですけど、教科によっては超えるし、その月によっては大きく下回るしで、直近3ヶ月でその次のクラス分けが1月、2月、3月の公開試験で53を超えてないといけないっていうところなんですけど、ちょっとね、1月に前回インタビューさせてもらった後に、家族でちょっとインフルエンザとかかかってしまって、1月の公開テスト受けれなかったんです。2週間ぐらいちょっともう家族順番に熱出したりで、そこでちょっとギリギリ今で言うと52なんですよ。で、3月の公開試験の結果がどうなるかにはよってくるんですけど、あまりこう最難関クラスに入って、その割とね、応用問題とかまでに手を出すので、なんか基礎固めもまだ微妙なその単元とかもあるので、無理して上のクラス入るのもどうなんかなって思うところもあります。なるほどね。上のクラスに行けたら行きたい気持ちもあるし、基礎もね、しっかり固めたいしって、確かにここは思うとこではありますよね。子供というより親の側が相当やきもきしてるというかところはあって、子供はそこまでこう熱意が入ってないというか、上がってもいいし下がってもいいしみたいな感じではあるんですけど、新学年に上がって、5年生でもうすでに習ってる単元とか、また復習のクールみたいな形に入ってきて、習ってできてたはずのところがまた忘れてたりもある
でその、まあ、本格的にその志望校別の特訓みたいな対策になる前にやっぱ全単元のこう基礎みたいなところをしっかり押さえた方が、まあ、時期的にねまだ前半は そっちに力入れるべきなんだなとか思ったりもするんですけど、点数としては現れてないんですけど、浜学園の塾 その公開テストっていうのを毎月1回受けてると、その、まあ、どの問題が間違えてっていうそのデータが全部オンラインで見れるんですけど、その各問題ごとにその難易度が、まあ、ABC で付けられてて、まあ、A はまあ必ずみんな会いましょう、 B はまあなるべく8割取っていきましょう、 C はやっぱり応用問題で最難関校を受ける子はちょっとクリアしていってほしいねみたいな、その、まあ、ちょっと難易度の段階があるんですけど、その AB に関してだいぶこう正答率が上がってきてるので、今まで結構ね、あの5年生の時に A の問題でも割と間違ってたりすることもあったんですけど、まあ、ここ半年3ヶ月とかになって成績表を改めて見直してみると、その A 問題っていうその、まあ、みんなが必ず会いましょうみたいな基礎の問題に関してはもうほぼ 100% に近いぐらい取ってきてくれてるんで、まあ、それはやっぱりその5年生の時にやっぱ頑張ってたところが出てるのかなとは。そうですね、こうコツコツ積み重ねたものって特にそういう基礎のところほど露骨にテスト結果にもね出たりするので、基礎のところを強化していく、かつ、まあ、発展的なところもやっていこうかっていうね、6年生進んでいくと、まあ、常にそういうところへの意識っていうのは、まあ、この1年間出てくるかなとは思うんですけど、ただこう受験も近づいてくるので、まあ、どういった学校受験をしたいかっていう希望によってもね変わってくるのかなとも思うんですけど、このあたりどうですか、こう受験校のなんとなくこう選定とか見えてきましたか？まだそのなんかはっきり学校、まあ、子供もこう意識して決めれてないところですね。なるほどね。子供が行きたいなっていう方に頑張ってくれたらいいんですけど、まあ、よくなんかあの受験って第一志望で目指した学校を必ずそこまで学力が到達できるかわからない問題ってあるじゃないですか。100目指しても結果として80しか出ないんだったら、最初から目指すところはちょっと高めに持った方がいいっていうのも聞くし、最初からこう行ける範囲で自分がこう行きたいところに合わせた学習になっていかへんかなってちょっと不心配とかありますよね。確かにそこをね、どっちが正解はないのかなとは思うんですけども、高めに目標を取ろうっていう方がね、その底上げはしやすいっていうイメージも実際ありますもんね。あとまあ受験まではね10ヶ月ぐらいある中で、そう線引きするのも早いような気もしますし、諦めるって言い方は悪いかもしれないですけど、まあ、可能性もあるんちゃうかなとは思うので、やっぱりねその勉強に対するモチベーションというのがやっぱなかなか入らない、なんか淡々と塾に通って学校と塾の宿題をこなしてということを、まあ、ルーチンワークはまあ頑張ってやってくれてるんですけど、ここを目指して頑張るぞ、学力を上げるぞみたいなこう、スイッチまだというか入るんか入らないか分かんないんですけど、まあ、子どもの、ね、キャラクターもあるとは思いますので。そうですね、憧れてた学校がもうね小さい頃から、もしくは4年生5年生ぐらいから、まあ嘘か本当かわからないけど、もうどこどこ行くんだみたいな、例えば関西の男の子で言うと灘行くんだみたいな一部の子はねいるかもしれないですけど、実際なかなかこの6年生のこの時期でも、まあモチベーションにね学校をするって意外と少ないのかなっていう気もするので、実際多分ね秋ぐらいになってなんかようやく意識出てきたとかいう話を毎年聞くかなっていうような、気がするんですよね。親の方は結構早くからね、あの意識したりとか、そろそろね決めていかないとなんてあったりするかもしれないんですけど、割とそうですね、最初からここに行くんやっていう目標を持ってもう無心に頑張る子もいれば、まあ、徐々に成績に合わせてこう志望校も届く範囲が変わってくる子もいればですよね。なんかちょっとでも刺激になればと思って、前回のインタビューの時にその民間のその模試会社定期的に受験していて、でその受験校がよくまあ進学校私立の学校の教室を借りてとかするじゃないですか、まあ、前回受けたとこと違うとこで受けてみたりとか、で学校の中もね入って実際の教室で、まあ、あの模試受けさせてもらえるんで、こんなことを
綺麗かったしか言われへんし、まあ実際ね、学校の雰囲気、まあ授業とかそういうの生活が見えるわけではないんで、なかなかつかみにくいとは思うんですけど、うん、雰囲気が明るい、建物が新しいとか、なんかカフェテリアがあるとか、全然ね、いいんですけど、ただこう、なかなか決まらないっていうんですかね。うん、まあ、割となんかミッション系とか仏教系の学校、私学多いので、うん、なんかそう、宗教的な授業が、なんかとっつきにくいっていうのは、今なりまだ言って、あ、そんなんで、ずっとそれやってるわけじゃないから、気にせんでいいんやでって言っても、なんか、いや、なんか、正座してお経を読んでたとか、週一回なんかそのミサがあるから慣れへんみたいな。教会のね、ステンドグラスが綺麗な学校があって、で、親としては、すごい綺麗で、可愛いな、ここいいなって言うんですけど、子供からすると、いや、別にいいみたいな。そう、親の好みと子供の好みがなかなか一致しない。そうなんですね。選びでそのなんか校風というかその教育に対するね取り組み方とかっていうのも、まあ、学校説明会だけではなかなかわからんところもあるので、うん、周りのお友達でご兄弟で先に行ってる方いらっしゃったらお話伺ったりとか、まあ、各それぞれ皆さんのね主観での、まあ、体験での感想というかイメージで聞いてみたりするとまあもともと知ってた情報とね、あの印象が違ったりとか、まあ、意外にいいんかなって思ったりすることもあって、情報にちょっと振り回されるというか、まあ、どれを信じてというか、親もなかなかね、決めがたいなってちょっと感じてきてはいますよね。なんか情報があればあるほど迷うというか、子供のレベル上げに力入れてるようなこう話聞く学校もあれば、あの復習とその弱点克服していく方に力入れてるように聞こえる学校もあるし、うん、でそれがこう、うちの子にとってはどっちが向いてるのか、まあ、中学高校もしかして6年間お世話になるわけですし、まあ、どっちがいいのかなとかっていう思うところはあります。うん、そうですよね。お子様にこう合うか合わないかっていうところで見て考えると、まあ、何かねお子様自身が反応を示してくれるというか、こういう学校に行きたいみたいなねイメージでも何かあればまた選定しやすいかなとは思うんですけど、お子様のね、6年間過ごす環境選びみたいなとこがね、まあ一番の目的が中学受験なのかなっていうふうに思うので。やっぱね、社会がどうしても好きになれないようで、数理国で受験はする分、その社会の勉強時間はまあ回せるわけじゃないですか。うん。多分レベルがその3国理が上がってしまって、一般塾で皆さん、耳にするのは4科目の方が楽だよっていう風に、まあ、難易度的にはね、うん、4科目の方がその戦いやすいっていう、まあ、意見をよく聞くので、まあ、とはいえでも本人がこう乗り気じゃない科目を無理にさせて、まあ、全体のモチベーションが下がるのも困るしなと思ったりとか、うん、そうですね、夏までのどうするかちょっとね子どもとも相談しながら勉強ね頑張るっていうところと、その受験に対する学校ごとのその受験を攻略するっていうところはまたちょっと違うんかなって分けて考えた方がいいんかなとか思ったりはするんですけど、うん、関西の3科目受験っていうのはこうどんどん学校が採用して増えてきてるっていう感じなんですか？合ってるかどうか分かんないですけど、僕なんかいろいろネットとかで見てると、そのあの奈良が3科目を始めて、うん、偏差値でもトップ校で、でもそこに追従していかないといけないような感じになって増えてきてるというふうには聞いてます。で、まあ、実際その男子校女子校共学校でも3科目受験を入れてる学校が増えていっています。うん、学校内のクラスでもその偏差値の高いとか特進クラスみたいなところに3科目が当てはめられてたりとか、うん、まあ、そこまでじゃあ算数理科国語が偏差値が高いかって言われるとそうでもないので、うん、志望校のうちの一つにその内部進学も考えてるっていう話したんですよ。内部ってなってくると今度ある程度学校の成績表のね内進みたいなところがあるんで、もう学校でその社会の成績下がるっていうのも評価がね悪くなる。うん、確かに。社会自体勉強してても、まあ、変な話ちょっと他の教科の別にあの漢字を覚えるとかその国語につながる部分もあるし、なんか社会の歴史のこの文脈を学ぶことによって文章力が上がるっていうこともあるやろうし、全くこう参加がメリットばっかりではないんかなとは思ったりするんですけど、子供がなんか社会が面白くならないみたいで、でまあなんかちょっとでも興
興味を持てるようにと思って、まあね、漫画 の日本史の本買ってみたりとかっていう話してたんですけど、うん、今度 DVD 付きの日本史のやつを見つけたんで、うん、今度はちょっと映像を家族で見流ししようかなと思って注文したところです。まあね、興味を持てないってなると確かにね、中学受験のこれ本当に難しいところかなと思うんですけどね、科目を選択する大学受験みたいなね、ではなくて、まあ基本4科目、場合によって3科目ってなると、まあ仮にね、理科が嫌いだよっていう子もね、理科もやらなきゃいけないしっていうところは、かつそこで点数取らなきゃいけないしっていうのは、まあ一つの難しさですよね、中学受験の。偏差値的に合計するとやっぱ社会が悪いと、全体でね、下がっちゃうんで、今のところ、こう、国語とか算数とかや、浜学園の、まあ50超えて、50後半とかも取ってくれるし、うん、60超える偏差値取れる時もあるんで、うん、社会だけはそうですね、怖い偏差値を取ってきますけど、やっぱりあの興味がないとやっぱ入んないですよね。うん、入んないし、抜けていくのも早いからっていうね。一回テストに対してできるだけやっていこうって言って準備してテストで多少点数取れてもね、ブワーって抜けていきやすいかなっていうのがね、特にこう苦手科目というか好きじゃない科目かなと思うので、その公開テストに関して、この社会の日本史の部分は時代がずっと試験ごとに、まあ、鎌倉時代が出た次、あの戦国江戸ってあの時代の流れで出るんで、次どの範囲が出るかはある程度ほぼ分かるんですよ、うん、なので、まあ、次じゃあ戦国時代、鎌倉後期から、ね、戦国時代やっとこうやっていうのは分かるんで、まあ、対策はしやすいんですけど、うん、出るって分かっててもなかなか取れなかった、まあ、歴史ばかり出るわけじゃなくてね、地理とかも出るんで、まあ、なかなかね難しいかな。暗記物ってやればやるほど点数上がるから攻略はしやすいって皆さん言うじゃないですか。なんかまあ言われやすいですよね、社会は特に。まあそれだけではないね、学校ももちろんあるとは思いますけども、まあ、なんか関西なんかはそういうところがあるので社会をねなくす傾向が最初あったんだっていうのをちょっと聞いたことがあったので、覚える覚えないで究極行ってしまうと差がつかなくなってしまうので、はいはい、うん、で差をつけようとすると小学校の範囲を超えてしまうような問題になりやすいんじゃないかっていうことで、社会をね灘は外してみたいなちょこっと聞いたことが、まあ、あったので、まあ、一個上の方で出てきたらそれでね、社会そんなやってない子をうちも併願してもらえるようにっていうことで、他の学校もね、まあ、関西はそういうね特殊な傾向なのかもしれないですよね。東京はほぼ4科なんですか。算数1科目とかそういうのがあったりとかはしますし、英語が加わって国数 A っていうのがあったりだとか。そうです、逆に算数だけも尖ってますね。あの算数1科目がね東京で あるんですけど、要はどっかの学校を受けた午後に算数だけで受けられるよっていう。なるほど、うん、ただかなりレベルが高くなっちゃうので4科目よりは。そりゃそうですよね。偏差値でいうとね10どころじゃないぐらい上がっていかないとその1科目勝負できないっていうぐらいなので、オールマイティにできないとなかなか受験にねこう勝っていけないっていう、この制度もなんかちょっとね、あの制度上としてどうなんやろ、何か飛び抜けてできる子が進学できたりっていう制度もあったらいいのになってちょっと思うんですけど、うちの子はどうかわかんないですけど、関東だと、まあ、学校が多いからかっていうところもあるかもしれないんですが、まあ、6年生になるとそろそろいろんな学校の過去問ももしかしたら始まるかもしれないんですけど、4科目まんべんなく点数取っていかないと合格見えないよっていう問題を用意する学校もあれば、まあ、1科目苦手があっても挽回できるよっていうような、まあ、そういうような学校もあったりするんですけど、関西はそういう学校ごとに入試の特色みたいなのが出てきたりするんですか？ああ、で僕もそこまでまだ説明会みたいなのちゃんと聞けてはないんですけど、問題の中身で結構特色が分かれたりする。学校によってその知識重点で、問題を作ってくる。まあ、なんか国語とかだったら漢字とか語彙力の配点が多い学校と、そうじゃなくて読解力だったり、記述がちょっと増えてる学校があったりとかは、学校ごとの特色もあるし、その、まあ、一個の学校の中でも年々記述にこう重点を
シフトしてきているみたいなのは、なんか塾の説明会とかでよく伺いましたね。記述はおそらくね、大学受験がそういうふうに変化する傾向あるので、中学受験もっていうので、いろんな学校がね、記述取り入れてくるのはこれからも増えそうだなっていう気がするので。ただでも選択問題とか書き出し抜き出し問題の方が、なんかレベルが上がってくると点数が取れない、合うか合わないかだけなって、うん、まあ部分点もらえるだけ取り組みやすいっていうのは、その受験対策の先生が言ってるところもあって、うん、まあまあまあ確かにそうやなと思います、うん、そうですね、まあ、諦めずに何か書けっていうのをずっと言ってるんですけど、分からなくても何か書こう、白紙はやめようっていうのはね、うん、ずっと言ってるんですけど、合う合わないっていうね、一言だとなかなかね言いづらいんですけど、やっぱ出題傾向とか試験方式にすんなり自分がハマれる子もいれば、ちょっと解きにくいなっていうこともやっぱりあったりするので、普段のね偏差値とはやっぱり結果が変わってきたりっていうのが中学受験では結構あるのかなっていうふうに思うので、結構やっぱこう入試分析会とか関西とかでもあったりしたら、こうそういうところにこう行って、なるほどなっていう情報をね、こう仕入れて、で、お子様にね、例えばこう社会があんまりっていうところに合いそうな学校とかもね、あるかもしれないですし。今ちょうどその、今年の終わった受験の分のね、その分析会みたいなのをちょっと見ていくんですけど、学校ごとの特色を攻略するほどまだ学力ができてないから、聞いててもね、やっぱり日々のその基礎の問題をしっかりこう取り組んでいく、うん、通常の授業っていうんですか。うん、受験対策以外の部分の授業がまだ終わってないので、まあ、夏以降になると思うので、まあ、そこに行くまでに、まあ、基礎固め、知識固め、その5年生でやった部分のもう一回おさらいというか、うん、やりなっていうのが重点を置かなあかんなということで、うん、まあ、今は毎日塾 の、 その復習のテストの見直しとか、間違った問題なんでわからんかったんかっていうのをやっていってるんですけど、結構もうね、そろそろ分量的にもね増えてきて、まあ、まあ週4で塾行ってますけど、長い日は平日だったら学校帰ってきてから4時半に行って帰ってくるの9時過ぎぐらいなんで、うん、もう学校帰ってきたらすぐ塾なんで、塾帰ってきてから学校の宿題とかもしないといけなくて、まあ、時々なんか寝る時間が11時ぐらいに、あ、終わった、寝ようってなる時もあるんで、さっきその問題の難易度、ね、ABCっていう話したんですけど、 C 問題間違ったやつ直しはせんでいいと、もう時間取られるし、ただ A と B だけは絶対分かるまでやろうっていう風な、まあ、ちょっと住み分けというか、うん、まあ、それで点数に変化が出てくるかやってみようっていうのは子供と言ってて、子供からしたらむずもんやらんでいいって喜んでるんですけど、まあ、とりあえずね、基礎できてないのね、やっぱ発展問題応用問題はできないんで、うん、とりあえず A と B の問題はちゃんとやろうっていうのを年末ぐらいからちょっと子供と話はしてるんですけど、受験をね終えた子供たちは本当に、まあ、親御さんもね振り返って、本当に基礎大事って毎年出てくるので、うん、基礎をねしっかり積み重ねるのはきっとねお子様のプラスになるかなと思うので、去年なんかスラスラと言ってたのになんか間違ってるみたいな、ちょっとすごい脱力する時あるんですけどでももう一回復習ねやり直したら、ああ思い出したって言ってるんで、まあ、まあそうやって記憶を定着させていくしかないんかなと、うん、そうですよね。だから6年生になるとそういったね基礎固め、そして志望校も決めていかなきゃいけないし、でも塾のね時間もさっきあったようにこう目いっぱい1日入ってくるので、まあやっぱり忙しいですね。ねえ、まあ、なかなかこう遊びに行ったりする時間とかもこうもっと減っていくんかなと思いながら、一応なんか受験までの最後の楽しみとして、この間子供が行きたかったライブには連れて行ったんですけど、うん、スマホのねゲームとかなんかアイドルっぽいのが好きで、まあ、そっちに気が行きがちなんで、勉強机の周辺にはスマホを置かないとか、まあ、全部なしって言った子供もちょっとね、まあ、甘いんかもしれないですけど、かわいそうで、まあ、ちょっと息抜きもやっぱりそれはそれで大事かなと思って、まあ、切り替えるっていうのも覚えてほしいので、まあ、ただ、まあ、線引きとして1時間のスクリーンタイムを設定してパスワードかけて、うん、学習時間をこう物理的に増やしてもらおうかなとかっていうのはやってます。うん、今日のお話の途中で内部進学での中学校進学もいいんじゃないかっていうお話があったんですけど、まあ、そうなってくると塾の勉強とかに意識がこうどん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 薄らいでいくっていうこともね考えられるかなと思うんですけど、そういうところはないんですかね。子供自体はまだねそれを
まあ、理解してないという言い方はあれなんですけど、あんまり意識してなくて、親としてはその内部進学で決めたんやったら浜学園の比重って、ね、なくなっている、まあ、極端な言い方したら塾なくても学校内での成績上げる、うん、まあ、なんか家庭教師なのか個別塾なのか、そっちの方がもしかしたら向いてるんかなっていうのは妻とも話題にはなるんです。とはいえまだ受験校が決まれへん時点で、でいきなり浜学園切るっていうのもね、もったいないというか、まあ、可能性はあるし、で、まあ、それに関しては2月先月ですかね、まあ、小学校内にもあの進学指導の先生がいらっしゃって、まあ、その先生にちょっと時間作ってもらってお話を聞いて、内部進学を進められるんかと思って相談はしたんですけど、いやお父さん今その時点でその成績で浜学園辞めるのもったいないですよって普通に言われてしまって、内部は内部でね、クラス特進コースみたいなのがあって、偏差値高いと入られないクラスもあるけども、滑り止めとして内部進学だけは確保できてるんやから、うん、一般のクラスであればね、全然今の成績でも内部進学入れるんで、お父さんあの可能性取るためにちょっと浜は行き続けた方がいいんじゃないですかっていうことを聞いて、うん、そう言われるとちょっとまあ僕も親バカなんで、いやまだうちの子戦えるんちゃうかなと思ってしまって、現時点ではその転塾とかその塾を辞めるとかっていう、まあ割と大胆な決断はできないですよね。なので課金レースから降りることはまだできないのかなと、もう覚悟を決めるしかない。確かにこう大胆な決断ってねしづらいですよね、特にね自分のことじゃないんでね、泡のように消えさすのも持ったという感覚もやっぱ出るし、うん、ありますね。学校の先生が内部を必ず進めるっていうわけでもないっていう、さっきのお話はちょっと自分にはこう新鮮というか、はい、その今行ってる学校が外部受験も多い学校なので、まあ、そんなになんかこう嫌な目顔をされないですし、けど、うんうん、まあその進学成績として歌うこともあるので、うん、まあ、この上の学校行くんやったら頑張って行こうみたいな感じでは言ってくれましたね。うちのケースだったらまだ、まあ、どっか保険かけてまだチャレンジできるっていうふうにちょっと安心してね望めるんですけど、うんうん、まあ、内部受けないんだったらじゃあもううちは無理ですよって言われると不安しかないですよね。まあでもなんかいよいよね、6年生、本当に6年生っていうね、学年のご家庭のお話だなっていうふうに今日ね、お話ししながら思ってたんですけど。本当早くて。ちょうどその、前回インタビュー終わって1月もね、入試、上の学年の子たちが受けてて、で、まあ塾内でもね、その壮行会とか、その発表とかっていうのはリアルタイムで見てきてるんですけど、でその中で子供がそのインフルエンザかかったりで、これ来年やったらと思うとほんまゾッとして、子どもの受験シーズンはほんまに体調管理も気ぃつけなあかんし、その受験に対するモチベーションも1年かけて育ててこうまあまあメンタルケアしてなんかわかんないですけど、その気にさせてって、まあ、大変やなっていうのをさんと言ってるんですけど、まあ4年生の初めとか塾行き始めた時って何に悩むのかとかっていうことすらも分かってなくて、なんとなく漠然と不安でね、どうしていいのかな、まあ具体的に学校がどこで偏差値足りるか足りないか、教科ごとのその単元どこが苦手か、どん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 こう具体的なこう課題が浮き彫りになってきて、え、これ時間足りるんかなってね、今更ながらに思ってますよね。そうですね。時間のなさっていうのを感じるところが6年生っていう感じですよね。だから逆算すればするほど親としては焦るというか、うん、まあ、どっかでその受験対策に取れる時間とそのまあ偏差値どれぐらい上がるんか、受験どこまで成績が伸びるんかっていうところを最終的には妥協していく作業がどん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 出てくるんかなとか思ったりとかね。本当に中学受験って全部仕上がって受験っていう感じじゃないんですよね。なんかそれもでもすごい思ってきました。まあでも本人がそのまだ中学高校と成長していく中で、まあ、大学進学なり何かもしかしたらまあやりたいことができて専門学校かもわかんないですけど、やりたいことなりたい自分っていうのを見つけた時にこう取り組めるその下地だけできてたらいいのかなとかって思ったりもします、うん、でもやっぱり子どもの頃の頑張った記憶って経験って後に生きてくることもあるじゃないですか。自分はね、あの少年野球やって一生懸命練習して勉強はねしてこなかったですけど、野球やって練習してなんか大会で優勝したってみんなで頑張ったっていう経験もまあなんか自分のこう人格形成には役立ってると思うし、
何かに対して一生懸命になるっていうことに関してはこうなんか諦めてほしいなって思ったりは、うん、でそのまあ偏差値がどうじゃないとあかんっていうことよりも今ある課題に取り組んでほしいっていうか、うん、まあ、一生懸命になってほしいなとは思う、うん、そうですよね。本人もなんか自分なりに考えて、うちの子割となんか早起きが得意で、もうなんかいつも6時ぐらいになったらすって勝手に目覚めるんで、朝起きて食事までの間にこう算数の計算やってみたりとか、もう年明けぐらいからは朝まあ6時に起きて算数やるっていうのはね続けてくれてるようにだいぶ習慣化してきてるんで、親に言われて無理にやるっていうよりは自分でも時間見つけてやるっていうことは部分部分でしてくれてきてるんで、うん、偉いな偉いなって言って頑張ってるなっていうのを声かけては言ってるけどね。いやすごいと思いますね。それは自分ですって6時起きてなかなかね、自分でじゃあちょっと算数やっていこうかななんていうふうに行動に移せる子ってなかなかいないかなと思うので、ね、あの日々のそのテストの見直しとかも時間なかなか取れないところで、夜はやっぱり眠たくなってきたら集中力も下がるし効率ね悪そうで、いつやるって聞いたら、まあ、もう私は朝起きてるし朝やろうかなって自分で言って、うん、でなんか子供もねあの学習机ってまだ子供に欲しくないって言うんで、まあ、買ってないんですけど、ずっとこたつが好きで、こたつに入るのが好きでね、朝起きてこたつで足温めながら座卓で勉強してます。いやそのね取り組みが自分でできるお子様っていう話になってくるとね、さっきの社会嫌だなっていうのと別の、ね、人のお話なのかなっていうぐらいに、本当にね教科ごとのねこのやっぱりモチベーションと、ね、やる気になるんやと思うんですけど、うん、まあ、算数理科国語はそんなに、まあ、多分自分でも点取れるところもあるから、うん、だったら点になるっていうのがその教科ごとで多分意識づいちゃってるんかなと思って、うん、苦手、面白くないで点数が悪いからなおのこと面白くないので、なんかこれね恥ずかしい恥ずかしいじゃないですか、社会とかこの間偏差値がねあの31っていう偏差値を取ってきてなかなかすごいなと思って、あまり悪い時は言わんとこうと思っていい時だけ褒めていこうと思って、もうね悪いところを指摘するっていうところはもうあの乗り越えました、親としてやり直しをするという、作業に持っていきました。悪いところ悪いところね親としては目につくんですけど、そこばっかり言ってるとねで子供にその社会ってやっぱりその記憶暗記問題やから、その反復させようと思ってコピーとあのその、まあ、教科書ノートのね問題のところとかを取って反復させたろかなって思うんですけど、なかなかでもその与えられた塾で出された課題をやったんやからもういいやろみたいな圧がすごいんですよいや言われた分やってるやんところがあって、まあまあその浜学園内でもね そんなに少ない量の課題じゃないからよう頑張ってるなと思うんですけど、うん、その100点克服って言われるとその塾とか学校プラスアルファをさせた方がいいのかっていう、その今すごく悩んでます。まあ移動中にねあの見たりとかっていうので社会なんかはねなかなかこう苦手だと座ってペン持ってっていうね時間も続かなかったりするかなと思うので、まあ見るだけでもね少し変わるかもしれないですし、その 見て聞いて聞き流しみたいなのでちょっとでもと思ってその DVD をね買ったんですよ。もうちょっとただどっか一つきっかけがあったらね面白いなと思うとは思うんですけどね、うん、まあまあまだ、まあ、無理強いをせん方がいいという今戦略を取ってるところですかね、うんうん、人ってその感情の出し方ってキャラクターあるじゃないですか、うん、まあ、嬉しいとかこう怒ってるとか悲しいもすごく出る子と出にくい子とで2タイプ分かれると思うんですけど、うちの子はなんかどっちかっていうと感情表出が穏やかな子なんですよ、うん、なのなんか悔しいも言えへんけど嬉しいもそんなにねやったーとかっていう感じじゃなくて、自分の感覚で言うといい点数取れたらお父さん見て500点取ったねとか自分からこう自慢したくなるんですけど、子供塾帰りに自分からは一切口開かずに今日どうやったんって聞いたら95点取ったって、嬉しいないのじゃ、いや嬉しい、もっと喜んだらって言ったら別に喜んでるしちょっとなんか恥ずかしがり屋というか、
で、それを親が大げさに、あ、よかったやん、すごいやんかって言うと、それはそれでちょっとなんか照れてしまうみたいで、そか褒めるの難しいもんっていうんですかね。え、嬉しいやんと喜びやん。一回お話ししたと思うんですけど、クラス内でベスト3取れたら、ちょっとお小遣い割り増しとかっていうのを、僕とかだったら、お父さんこれベスト取れたから、じゃあいくらね、ちょうだいねって言えばいいのに、なんかそっとホワイトボードに何月何日ベスト1000円って書いて、なんか月まとめでお父さん今月なんぼやからちょうだいなみたいな。もうちょっとなんかこういい時ぐらいテンション上げてくれたら、こっちもね、うん、なんていうんですか、こう加速させやすいというか、その気にさせやすいのに、でもそれは逆に言うと、そのメンタル面で言うとあまりこう落ち込みもしないので安定して、まあ、なんか年齢的にも多分4年生5年生の時が割と、まあ、早熟って言い方があれなんかもしれないです、子供を卒業するのが早かった子なんで、割とこのね大人っぽいところもあって、悪かったまあ、あかんかったか、じゃあやり直ししようか、まあ、あの拗ねないっていうんですかね、お話聞いてて、あの大人だなっていう感じをね思ったので、いや本当にね、僕より感情コントロールが上手いんちゃうかなと思うぐらい。まあ今までねお話を聞かせていただいてきた、亀池の状況がこの1年間でねどういうふうに受験に向かっていくかっていうのを、まあお話をね今後も聞いてみたいなっていうふうに思うので、1年のその成績表を見ながら、今パソコンで見ながらなんですけど、まあ結構やっぱりいつも言ってるんですけど、波がすごい大きくて、これがだから受験対策って、まあね、ゴールデンウィーク終わって夏以降になってきた時に、ある程度の本人の、まあ、実力としてどれぐらいのまあ偏差値なのかっていうのが、ある程度数字がこう鳴らされてきたりするんかなと。今だから自分の子供がどれぐらいの偏差値の子なのか親としてもちょっと分かんなくて、高い時はその60超えてるし、社会社会でやっぱり30偏差値で31とか取ってしまうから、この子はどこまでできる子なんか、どのぐらいの位置にいるのかが分かんなくて、そこがこう早くもしもしもしってなってきた時に、大体の平均値がね、まあ、ブレ幅がなくなってきたりするのかなとか、まあ、単元ごとの試験だったりもするんで、まあ、それがどういう結果になってくるんかなとかっていう、親としてはその A 偏差値のところだけ出てくれたらいいのになとか思ったりするんですけど、平均点高い、ね、テストで自分だけ低いっていうのを、まあ、本人もある程度ショック受けてたり、みんな良かったのに平均点よりなんぼ低かったとかっていうのも、まあ、最近だから家族の中ではそのクラスの毎週のテストでも平均点から自分がどれだけ上か下かで、まあ、下の時はやっぱり分かってないからここ頑張らなあかんな、で平均通り取れてるっていうのはみんな頑張ってて自分も頑張れてるし、でそれで平均より上なんやったらようできたねっていう方に、まあ、一回一回で振り返りするっていうのはやっていってるので、そこがまあ早くある程度こう一定の水準の偏差値で現れてくるようになってきたら、本人もね上がった下がったをまあ努力としてこう結果として見れるようになってくるのかなって思ってるんです。で今、まあ、5年生の間はその頑張っても偏差値悪い時あるし、まあ変な言い方ですけど、あんまり頑張らんかったけど偏差値高かったテストもあるから、頑張りと結果っていうのが、まあ、あんまりこう直接的にはリンクしてないところもあって、なんか早くその頑張りがちゃんと目に見える形になってほしいなって思ったりはしてるんですけどね、まあ、そういう意味ではさっきね少しあったやっぱ6年生模試が多いのかなと思うので、積極的にねバンバンこう受けて、おそらくこう志望校判定みたいなのもね出てくるんじゃないかなということでね、お子様によって変化があるかもしれないし、2月、1月に受けたその模試判定が一応志望校を書いたのがいい判定ぐらいなんですよ。あ、なるほど。これってどうなんって言われて、まあまあまあゼロじゃないやからいいんちゃうって、まあまあ今の時期やから、まあ、悪くて当然やし、でまあ多分すごいできる子っていうのはもう5年生の時点で成績高いから、まあ、こっから頑張って受かる子もいっぱいいてるからっていう話はしたんですけどね、苦手を見つける作業をどんどんしていこうっていうのはずっとね去年後半ぐらいからは言ってて、別にテスト悪くてもいいから、悪かったところを頑張るだけでいいから、その一喜一憂するのやめようやっていう、まあまあでもいい時はね喜んでほしいけど、悪い時はまあ落ち込まんでいいからって、まあ、そ子供の性格上も割とああこれできてなかったって言いながら、
やること増えたみたいな感じで。で、あの、頑張ってやってた、点数良かったら、あの、やり直し少ないから頑張った方が楽やでって言ったりとか。確かにそうなんですよね、本当に。実際そうですもんね。トータル量変わらんくないって、テスト前に頑張った、うん、テスト後に見直しで頑張るかで言ったら、前に頑張る方が嬉しくない。うん、そうですよね。なんかそういう意味では本当に今年のね、もうインタビューもあと3回ぐらい。だともう受験が。だから本当に6年生になると、まあ毎月毎月ね、本当どん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 受験が迫ってくるなっていう形で、いろんな変化がね、この1年でもあるんじゃないかと思うので、まあ次回もね、楽しみにしてますので。そうですね。うん、もう毎月その模試とその塾の中のね、あの公開テストっていうので、成績もどんどん出てきて、本人の考え方ももしかしたら変わってくるかもしれないですし、うん、僕たちもその受験に対する考え方っていうのがね、どん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 、まあ、変化これまでもねしてきたり、学校に対するこういいのかな悪いのかなみたいな評価というか、うん、希望みたいなのも変わってくることもあると思うので、まあ、ちょっとこれからそうですね、学校説明会体験とか行って、うん、まあ、その絞っていく作業をしていきたいなと思ってます、うん、そうですね、そういったところのお話もこれから1年間聞ければと思いますので、はい、また次回よろしくお願いいたします。はい、はい、今日もね、ありがとうございました。